出しっぱなしにしないでよ。じゃ投げないでっつってんじゃん。もう乾きっぱなしだったよ。カピカピだよそれ。はいはいはい、ごめんなさい。冬はさ、もう洗濯物冷えちゃうんだからさ。いやだからそれはまあ俺ごめんだけどさ、渡すとき投げないでっつってんの。じゃあ何、女投げだったらいい。だからな、投げがダメだっつってソフトボール投げだったらいい。ちゃんとこうやって入って優しく置いてくれればいい。ふんわりふんわり投げだったらいい。ふんわり大きい。ふんわり大きい。うん、ホタルイカの置き漬け食べたいな。なんで。ああ、その大きから来たの。そうそう、ブランチマジで見ちゃうな。覚えてないけどな、なんか見ちゃう。みかんさ買ったのに全然食べないじゃん、うん、いやもういい。なんでよ、なんかいつも私が消費してんじゃん、うん、いやそのさ、毎日食べたいわけじゃないのよ。いや毎日食べたいわけじゃないかもしれないけど、なかったら困るでしょ、だから買ってんのよ。まあなんかなかったらあれだけど、いや私もさ、みかん1個売りとか2個売りとかやってんだったらさ、それで買ってくるかもしれないけど、うん、みかんってさほら塊で売ってるからさ。うーん、まあじゃあ、いやそんなね、こう毎日食べたいわけじゃないのよ。毎日食べたいって言ってたよ昔。言ってた。うん、いや、まあ、なきゃ寂しいけどさ。うん、なんか同じだから、いつもちょっと変わった味するな、これ。うそ。うん、うん、なんか薄いね、ちょっと。うん、いいよ、無理して食べなくて。いや、別に。何、どうすんのこれ。むいとけば。むいといたら腐っちゃうじゃん。うん、すぐは腐らない。うん、あ、どっか行く？居酒屋行く？ホタルイカ食べ行く？昼から。まあちょっと休憩してから。まあ、今も休憩してるけどさ。うん。てかさ。ん？最近ジャージとかばっかじゃない？私服。だって可愛いじゃん。楽だし。いや前さ、もうちょいなんか。おしゃれしなかった。まああれは職場とか、仕事変わったから、前の職場そういうの許されてなかったからっていうのが一つと、うん、あとその付き合う前の多分話でしょ。あの頃ってさ、やっぱ猫かぶるじゃないんだけどさ、こうキャラ作ってた感じは正直あんのよ、若干ね、いやまあすぐ分かったけどね、それは若干やっぱあるじゃん、そこは、うん、だってそんなこと言ったらさ、ヒロマサだってさ、うん、もっと違う格好してたじゃん、なんか匂いとかもさ、香水とかつけてたじゃん、ヒロマサだってさ。いやそれはだって一応さ、まあ、デートとか、まあ、臭いって思われたらみたいな。まあ別にいいもん、臭いって思われても。臭いしね、実際臭くないし、臭くないし、別に臭いって思われたところ、いいよ俺は。まる。いいよ。それ昔のやつだよね。うん。ずっと同じやつやってんじゃん。何使い回してみたいなってかじゃん。使い回してんじゃん。でも化粧とかもさ、なんか。うん。もうちょいあれだよね。してたよね。した、してたかも。もうあんまり意識なかったけど、確かに最近。してないね、あんま。いやまあ別にいいけどね、そんな、うん、化粧しろとかそういうわけじゃないから、してたなと思って。うん、これこの前飲み会の旬でしょ、会社のっていう。ああ、そう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 、うん、結構さ、ヒロマサの会社のさ人ってさ、うん、同世代多いよね。そうね、うん、転職とかで入ってくる人も多いんだよね、中途で。あ、そうなんだ。うん、てかさ、 LINE アルバム作るとか相当じゃない。いやもう仲いいのよ。見せて見せて。この男の人遊んでそう。ああ、こいつは結構やばい。ああ。食い散らかしてるわ。へえ。え、どの子がさ一番可愛いって言われてんの？ああ。この子かな。ああ。
男の人好きそう。でもね、これね、かまとと系だよ。もう作り込んでるから、キャラクター。実際。いやいや、それわかんないでしょ、そんなの。いやいや、これはもう男の人騙されるけど、女の人ってもうすぐわかる、パッと見で。もう、あざとの塊だね。こんな遅れ毛巻くことないもん。いやいや、遅れ毛という遅れ毛を巻いてるじゃん、だって、この人。別にそんな、なんか、そう、あざといみたいな感じじゃない。まあそう。うん。ヒロマさんに見せる写真がないや。あれは？ん？バーベキュー的なやつ言ってなかったっけ？あるけど、うん、楽しい写真じゃないの。バーベキューで楽しくないことある？だってさ、マリコとさ、誰だっけ？ユイとさ、うん。もういつものメンバーだよ。ちょ、見せて。うん、はい、ああ、いつものメンバーだね。でしょ、うん、いつもその顔してるね、その子。そうそうそう、うん、てか髪伸びたね。ああ、行かなきゃそろそろ。うん、1000円カットで行くか。なんか白が増えてるよ、めっちゃ。うん。いい、やめん。なんでよ、抜いてあげようか。いい。なんで？いや、抜くと増えるから。関係ないでしょ。だってさ、いい、どういう原理抜くと増えるってさ、なんか抜くと太くなるとか、まあわかるよ。ダメージを受けて、そこを強くしてっていうさ。でも、白髪抜くと増えるはちょっと意味わかんなくない？それわかんないけど、イニシエから言われてんじゃん。いや、そんなのさ、迷信でしょ？いやいや、それで増えたらもう、辛すぎるじゃん。早いよな、でも。30で白髪っつうのは。確かにね。うん。俺もう40になったら真っ白になってんのかな。30真っ白にすれば。まあ、真っ白。うん。うん。やめよう。何疲れてんの？疲れてはいる、疲れてはいる。なんで？いやー、だって、働いてるじゃん。私も働いてるよ。私も働いてるし、私も家事してるし、なんなら私の方も家事してるし。いや、それはやってるじゃん、俺だって。いや、私の方が多いじゃん。え、一個ずつ言ってく？いい、いい。え、だってそうじゃん。いや、台所周り、洗濯、で、掃除、何やってんの？いや、その掃除、細かい掃除やってるから。え、ゴミ出しだけでしょ？いや、たまになんかこう拭いたりとかしてるから。たまに拭くのは掃除じゃないでしょ。いや、気づいてないでしょ、俺が窓拭いてんの。気づいてるよ。あの、窓のなんか雑巾の跡がついてるから。それ、嫌味？嫌味じゃない、ありがとうっつってんじゃん。うん、まあでもやってるから俺だって別に。なんか今日おかしくない？体調悪いの？体調悪くないよ。なんだよ、もう。マリオネット。元気、元気。元気、元気だから。元気。じゃあ行くか。そうだね。ホタルイカあるかな？ホタルイカは年中あるだろ。そう、うん、あれオールシーズン。ホッピーにしようかな、今日。ホッピーの気分。口パッチ。口パッチ知ってる？懐かしい。懐かしい、口パッチ。毎回親父っちになってたな。うん、じゃあ行くか。準備しよう。うん、はい、どうぞ。どうも。よいしょ。え、それジャージで行くの？うん。座って。これでなんかちょっと汚いかもしれない。いや、うん、全然大丈夫だよ。なんかホコリとか、ごめんね、大丈夫か。わー、なんか、ひろまさくんのお家初上陸。どう？うん、あ、すごい綺麗、すごい綺麗。ほんと？うん、まあ、あんまりちょっと汚さないようにはさ、心がけてるんだけど。70点ぐらいかな。え、冗談冗談。
何点本当は？120点です。え、なんかさ、照れるね。ニヤニヤしちゃうね。いや、ちょっと恥ずかしいわ。恥ずかしいよね。普通に家にみやこちゃんいるっつうのはなんかさ緊張する。うん、若い、まあ私たちも若いけど、まあまあまあ、この若い頃の感じを思い出すね。いや、なんかさこのちゃんとさ、うん、こういう、まあ、付き合うってさ、このしっかり告白をして、うん、彼氏彼女になってみたいのって結構久しぶりだから。ないよね。緊張する。まあね、うん、まあでもよかった、お家呼んでくれてさ。うん、なんかね、まあ遊び行ってもよかったけど、うん、一回来てほしかった。ちょっとさ、お土産あるんだけどさ、え、一個しかなくてさ、家にこれ。うん、これうちのさ、うん、実家で取れたやつなんだけど、めっちゃ美味しいんだけど一個しかなかったの。俺めっちゃみかん好き。本当？うん、え、じゃあ半分こ。うん、そうだね。うん、あ、ちょっと待って。え、みかんとかさ、うん、自分で買って食べる人？いやー、だから一人暮らししてからは全然食べてない。ええー。何？ちょっと待って。かけな。何？全然かけなかった。何やってんの？うん、お顔描こうと思ったの。でもかけなかった。筆ペン持ってきちゃって間違えて、マッキーだと思ったの。なんでよ、筆ペンって家にある？あった。あ、ちょっとごめん、なんか変に汚れちゃった。いい、全然、じゃあいい、向いて。うん、顔ね、うん、よくね、お母さんと帰って遊んでたの。へ、かわいいね。あ、なんかテレビとかつける？うん、ブランチやってるよ。ブランチめっちゃ好きなんだよね。嘘。あのさ、あの10万円のやつ面白くない？うん、面白い。あれ、私なんか NG ワードとかさ、うん、あのね、うん、お買い物するやつと、そうそうそう、あのあれが好き、あの物件見に行くやつ。ああ、あれめっちゃ好き。俺も。はい、あ、ありがとう。何これ。ちょっと割れちゃった。半端な。いただきます。はい、ちょっとね。うまっ、めちゃくちゃ美味しい、このみかん。嘘、めっちゃうまい。そんな、うん、マジうまい。うまっ。ねえねえ、コアラのマーチのさ、当たりっていうかさ、もう何個かに1個しか入ってないやつで、眉毛コアラってあの知ってる？あ、知ってる知ってる。あ、それ？かわいい。眉毛みやこ。はい。何？眉毛ひろまさ。ねえ、かわいい。うんふん。めちゃくちゃ美味しいわ。え、またさ、持ってきて。うん。毎回、ちょうだい。毎回？うん。めっちゃ美味しい。うまっ。幡ヶ谷？あー、幡ヶ谷とかいいよね、結構。俺も住もうかなって思ってた。え、待って待って。なになになに？ここ私前住んでた。嘘。うん。うわー、めっちゃテンション上がるわ。ここら辺だったんだ。うんうん。え、今度さ、うち来る？え、いいの？うん。え、どこだっけ？今住んでんのが、今は、わかるかな？東武東上線。東武東上線。うん、沿い。あんまわかんない。わかんないよね、うん。私もさ、引っ越しじゃないや、あの、不動産屋さん？それでの不動産屋さんに、ちょっと騙されたっていう言い方は、良くないけど、なんか、うん、都心と近いですよって言われて、結局新宿から30分ぐらいかかっちゃうんだよね。でも行きたい、今度。ほんと？うん、来る？緊張するな、でも。いや、俺も緊張する、してるもんだって、現に。うん、あ、よかった、でも、お母さんのみかんも褒めてくれたし。めちゃくちゃ美味しかった。私、お母さんにもさ、言わせて、今度テレビ電話で。なんで？みかんが美味しかったです。テレビ電話って久しぶりに聞いた。ビデオ通話。ビデオ通話。じゃあ毎日持ってくるね。毎日って、ね。毎日持ってきてほしいし、うん、毎日来てほしい。ええー。じゃあそれは難しいか。転がり込もうかな。何これ？うち？うん。全然いいよ。本当？うん。ええー。いいよ、もう。その、住んじゃって。
正直ね、その、東武東上線が嫌だからっていうのも聞いてる。嘘嘘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 嘘。やめてよ。東武東上線はいい線だし、まあ、私の住んでるところが、まあ、徒歩20分とかだから、まあね、まあ、うん。いや、そう、寝床じゃん。寝床として。違う。ひなまさくんのこと大好きだから、とか言って、なんか照れるね。嫌だな。嫌だね、照れるね。俺も大好き。うんうん、そう。いや、これやっぱ、恥ずかしいわ、普通に。ありがとうございます。大好き。はーい。ありがとうございます。何エロい顔してんの？してない。してんじゃん。なんか、髪の毛かわいい。かわいい？その、巻いてる感じ。そうかな、うん、普通だよ。普通じゃない。かわいい。なんかね、職場がさ、ちょっとさ、意識高い系だからさ、普通に、なんていうのかな。もっと私、ズボラ目なんだけど、もう、強いられてんのよ。この姿を。かわいい。ほんと？うん。なんか、メイクも。メイクのことわかるの？いやいや、その、え？がっつりはわかんないけど、うん、かわいいなって思う。うん、ありがとう。うんなんかいいね、洋服とかもさなんか今日さ、青系でよかったねなんかね、トモトモ意図せず、うん、統一感があってうんひまさくなんかつけてるんわぁなにそんな、めっちゃ匂ううん、なんか匂いの発信源ってちょっと待って違う、俺のこうほのかに変わる感じにしたかったのいや、現役の元気の匂いするけどえ、だってじゃあ俺さ、その、まあ、恥ずかしながらちょっと香水をつけてしまったんだけどやっぱりなんかさ、あれ気合い入れてくれたのいや、まあ恥ずかしながら努力をしてくれたんだなってところが愛おしいよちょ、恥ずかしいわせっかくさ、統一感あるしさうんどっか行くえ、いいのうんいいのまた、出かけて戻ってきていい。ああ、でも、え、行きたいかもしれない。行く？うん、行く。映画とかかな？なんか、鎌倉とか。あ、いいね。え、行く？いいね。え、よくね？めっちゃいい。弾丸小旅行。まあ、ちょっと遠いけど別に。別にいいじゃん。まあいいよね。うん、じゃあ鎌倉行って、うん。美味しいもん食べて、うん。また戻ってきて。うん。にしよう。うん。じゃあ行こうか。うん。はははは。何はははって。え、ベッドどこにあるの？ベッドこっち。ベッドこっち？うん。うん。やっぱ働いたらうまいわ。うん、なんか変な時間にお店来たからさガラガラだねああそうねうんあのおじさんいつもいるのいつもピンクの服着てるねクリス松村さん風のクリス松村さんなのあご本人違ういやこの辺さ昔いたじゃん芸能人の人ガッツ島津さんかな会ったことあったよね和島さんでしょあ和島さんか、うん、和島さんがあったよねこの店であったねもうなんだかんだ2、3年付き合ってんのか、うちだね。そうだね。うん。もうすぐ3年だっけ。うん。か。どうかな未来ある何未来結婚とか。まあ、もう、そういうのも。いや、多分だけどさ。うん。別れた方がいいと思うんだよね。なんか、多分。ああ。うん。そうかな。まあめっちゃ仲悪いとかいうわけじゃないけど、ね、こういう、実際さ、仲がいいなーって思う時より、こう喧嘩、ちっちゃい喧嘩みたいなしてる時の方が多いし、今日もさ、一回も目当てないじゃん、多分。
もう、いや、今更だってさ。もう、なんか終わっちゃってるんじゃないかな、その、いわゆる恋人としての期間は。え、じゃあ、その、今日でもう別れるってこと？まあそうだね。え、もう今日で？今日っていうか、もう、この店を出たらみたいな。そんな、グラデーションみたいに別れることないでしょ。はい、別れましたっていいんじゃない？待って。ん？いや、別れることなくない？何が？別れることなくない？別れることなくない？まあ、別れることに合意したじゃん。いや。ちょっと待ってよ。ヒロノスさ、一緒に花束みたいな恋をした見た時にさ、菅田将暉の役見て、何こいつありえないとか言って、別れるって女に言われて、急にダダこねるとか、ダセーって言って。じゃあ、それは違くない？それとこれとはまた違くない？今、菅田将暉さんと同じ感じ出してる。じゃあ、それとこれとは話、全然状況違うじゃん、だって。一緒だよ。あれは映画でしょ。俺たちとは違うじゃん、だって。バカにしてたけどね、そういう。してないよ。バカにとかしてないし、別に。っていうか、関係ないじゃん、それは。ダセーとか言って。だって、3年付き合ったんだよ。3年付き合ってんだよ。そうだよ。じゃ、そんな簡単にいいの？こんな、酒の席ってさ。むしろだって家でさ、そんなった方がさ、気まずいじゃん。その後どうすればいいの？ホタルイカの気持ちとか考えたことあんの？まだない。泣いてんじゃん、ホタルイカも。死んでるよ。ちょ、待って。酒の席でやめ。別にシラフだって一緒で私飲んでないし、そんな。何が不満なの？何がも何もないでしょ。だから目も合わなくなったし。いやいや、ほら。合ってんじゃん。今ね、合わせてるけどね。いや、だってもうほんと好きも言わなくなったし、ハグもチューもなくなったし、なんだろう。まあ、喧嘩の方が多かったじゃん。普通に会話するっていうことがなくて。前回は喧嘩ぐらいの勢いだったじゃん。そんなことないじゃん。ほら、今もそうじゃん。今も前回は喧嘩の中の一個だよ。引っ掛けじゃない。だから、まあ、とっくにさ、この甘い、恋人っていうの終わってたんだけど、まあね、その余韻みたいな、余熱みたいなので今日まで来ちゃったんだね。じゃあ、変えるから。その、なんか嫌なとこあったら変えるから。嫌なとこってか、だって別にさ、ヒロマさんだって私のことも好きじゃないじゃん。いや、別に、だ好きとかだけじゃないじゃん。好きしかないでしょ、恋人は。いや、それ一緒にいることに好きとかだけじゃん、むしろ変だろ、そっちのが。一緒にいてストレス感じてたでしょ？感じてないよ。感じてたでしょ、怒ってたでしょ、私に。洗濯物投げんなとかさ。それ私が悪いんだけど、だいたいヒロマサだってさ、好きな人とかいいんじゃないの？いない。気になってる子いいんでしょ？いないよ。いないよ。いないってば。聞いてないじゃん、もう。いや、ダメ。いや、ダメ。だって多分会社の可愛い子、ちょっとドキドキしてんでしょ？いや、してないよ。してないよ。浮気まではしてないかもしれないよ、確かに。してないよ。してないよ。してないよ。聞いてない、してない。してないってば。ほら、私がさ、こういう感じ、ちょっとジャージ着てるみたいな、女捨ててますみたいな感じになっちゃったから、会社のそういう、女の子ですキラキラキラみたいなの見て、ああ、いいなあいつにはこういうとこないなとか思ってるじゃないの？思ってないよ。思ってるでしょ。もうそういうこと言わないから、もう、ジャージがどうとか言わないから、メイクがどうとかも言わないし、なんならもう、可愛い。とか言うから毎日。いや、可愛いって言われたんじゃなくて、可愛いと思ってほしいの。思った上で言ってほしいわけ。いや、思ってるよ。思ってないじゃん。どーもくんに似てるとか言うじゃん、普段。あ、それは、まあ、似てたから、その時は。私、あんなかな。そういうも言わないから、そういう変なことは。言わないからっつって、じゃあ分かった。また付き合おうっつってさ、仲良くなれと思ってんの、だからもう一回だから、こう一回気持ちをさ、リセットしようよ、お互い。簡単になるわけないでしょ。
だから昔の感じで戻そう、明日から。よし、スタートで。いや無理でしょ、だって好きって気持ちがないんだから。うん、寂しいだけでしょ、長年付き添ってきた、もうちっちゃい頃から持ってる毛布をさ、手放すのが嫌だみたいなことでしょ、単純に。大きい声出すんだよ、外で。なんだよ、その。なんでそんな冷静なの。冷静ってだって。おかしくない？何が？なんでそんな感じで。なんでそんな怒られなきゃいけないの？なんでさ、その寂しくないの？逆に。ちょっと、そう、別れようって言うまではそういう気持ちあったけど、今はゼロになったね、おかげで。なんと。ひろまさの態度のおかげで。何威嚇してんの？いや、ちょ、やめようよ、その、ホタルイカの前でやめようよ、そういうのも。無理だって。同じ話するよ、ずーっと。その時また話せばいいじゃん。やだよ、私もっと楽しく生きたいもん。まあ、私たちの反省すべきポイントとしては、浮かれすぎてた？何泣いてんの？泣いてない。え、なんかさ、被害者みたいな感じ出してるけどさ、ひろまさんも結構相当私にひどいこと言ってきたからね。スペイン。まあ、結婚しなくてよかったかもね。するって話あったけど、結局こうなってたと思うよ。まあ、お互いさ、まだギリ、若いからさ、いるよ、相手。まあ、婚約指輪じゃないけど、これ、私、元彼からもらったもの身につけるの嫌だからさ。ありがとう。まあ楽しかったよね、しばらくは。ありがとう。ありがとう。はい。元気で。めっちゃ面白くない？自分。なんか。それはちょっと変な人だなって思っちゃうね。いや、あいつはマジで変。やばい。ごめん、ちょっと緑茶杯がさ、全く。全然減ってないね。で、見て、氷がさ、キモいこと言うけどさ、子供の歯ぐらい、めっちゃ出てる。表現キモ。てかさ、増えてんじゃない？さっきよりも。濃いんだよね。濃いの？うん。まあ、でも味は美味しいからさ。うん。いいよ、全然さ。無理しないで。飲みたいの。飲みたいの。え、だから全然俺飲むからいいよ、頼む。じゃあ飲みたいの。え、飲みます。じゃあ飲みたいの。飲みます。なんで自分が飲みたいだけでしょ。違う。自分で新しいの頼んで。違うよ。え、ちょっといい男感を出してみました。何それ。なんかさ、このお店ちょっと年齢層高いよね。そうだね。ね、うん。渋いからかな。この前もあのおじさんいなかった。え、ピ
ピンクの人すごいね、なんかすごいよね、いつも一人で来てるのね。一人であの量食べれんだね。ねで、ピザ頼んでるよ。しかもさ、その割になんかカクテルとか、そうだね、かわいらしいやつ。でもさ、なんだかんだ10回くらい遊んでる？そう、もう2桁乗ってるぐらいかな。かなぁ。あんな変な飲み会でさ。いや、まだそれこそね、ほんと、ジュンの紹介っていうかね。うん、私もそのジュン君とそんなに親しいわけじゃないけどさ、もうマリコつながりだから。ねえ、なんか。不思議な感じ。ねえ、うん。なんか最近そのジュンがさ、うん、お前ら、付き合ってんの？とか言って。え、何それ？めっちゃ聞いてくんの。うん。いや、別に、とか言ってるけどさ。うん。なんか変だよね、そんなんで。何その感じ？どういうこと？いや、わかんない。なんか、付き合ってんの？とか言って。うん。とか、付き合った方がいいんじゃね？とか、めっちゃ言ってくんの、ジュンが。ああ、そうなんだ。うん、なんか私は、付き合った方がいいっていうか、マリコから、付き合ったんでしょ？って言われて。なんで？確定？え、どっからその情報が漏れて、まあ、確かにめっちゃそのインスタとかもさ、上げてるしさ、遊びすぎだなっては思ってるんだよね。まあまあまあ。傍から見れば、だって今もさ、こうやってさ、いっぱいお客さんいるけどさ、店員さんもいるけどさ、絶対みんな、なんか、カップルって思ってると思うよ。まあ、正直ね。多分うん、ピンおじもね。ピンおじ？ピンクおじさんも、うん、カップルが飲んでらって多分思ってるよね。そうかな。うん、まあね、付き合ってるっていう、まあね、そういう。何？何が言いたいの？え、なに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 ？え、わかんないわかんない。え、え？え？違う？え？え？違う？あ、うん、なんでもない。え、てかさ、うん、来週さ、うん、なんか遊びに行かな？ちょっと、遠くというか。何？ちょっと。ラッチされるの？私。違う違う。鎌倉行こう。え？なんで？好きなのよ。結構昔から遊び行ったりとかしてて。あー、遠出？まあ遠出っていうほどでもないけどね。いや、でもなんかそういうのは、私なんか鎌倉ってデートスポットっていうイメージあるから、一応、行くなら彼氏と行きたいかなって感じなんだよね。なんか、その勝手に、例えば横浜だと港未来とか鎌倉とかは、もうデートスポット、東京で言うと、お台場とか、なんかは、彼氏と行こうって、なんか勝手に自分の中で線引きがあって、から、ちょい微妙かもしれない。ああ、なるほどね。うん。あ、なるほどね。ダメだね。え、絶対、あっち見ちゃダメだよ。え、なんで？え、そのまま、無線そのままね。うん。ガッツリします、入る。ガッツリします。ガッツ、ガッツ、ガッツいる。ボクシングの人。え、あれガッツじゃない？和島さん。和島さんか。和島さん。本当だ。え、ダメダメ、見ちゃダメ、見ちゃダメ。唐揚げ食べてるから。え、ダメだよ、ダメだよ。ピンおじも気づいて。ピンおじも見てる。めっちゃ動揺してる。それは良くて。うん。彼氏だったら、いいってことでしょう。まあそうとなったら、いい、そういうんじゃない、そこまでして行きたいじゃないから、その彼氏になってもらってまで行きたいとかじゃないから全然。ちょっと一回トイレ行ってくるわ。いや、冗談だよね。冗談だよね。俺がトイレ行ったらさ、うん、出てきたら和島さんが待ってた。そう、挨拶した。しない。なんで？挨拶しないでしょ。ひろまさですって言う。なんでよ。言わないよ。うん、どうする？頼む。ああ、うん、頼もうかな。酔っ払いたいの？酔っ払いたい。酔っ払ってない？酔っ払ってない。あ、そう。酔っ払ってない。私は、ちょっとだけ酔っ払ってる。え、何その可愛いやつ。
終わり。私もトイレ行ってくるね。うん。いいから、うん、とりあえずさ、なんかどっか行こう。どっか？どっかっていうか、その、まあ、映画とか、映画とか、普通に。映画？じゃあ散歩。散歩？散策。ひろまさくんってさ、そんな友達とかいっぱいいるの？いや、別に普通じゃない。人並みって感じ。私さ、そんなに男友達いないからさ、だからさ、その、女友達と遊ぶのが好きな人なのか、単純に美和子と遊ぶのが好きな人なのかっていうさ。あ、美和子ちゃんと遊ぶのが好きな人。あ、そうなの。うん。ああ、そう。あ、それはもう間違いない。もう美和子ちゃんと遊ぶのが好き。ひろまさくんは美和子ちゃんと遊ぶのが好き。ひろまさくんは美和子ちゃんと遊びたい。女友達っていうか、うん、まあ、うん。美和子ちゃんと遊びたい。何それ、何それ、え、うん、何でもない。何うん、え、何、つけちゃうっていう、つけちゃうっていう、なんかノリで、いや、ちゃ、本当にじゃなくて、なんか酒の席のやつ。あ、待って、何、俺から言わせて、付き合ってください。こうグラデーションじゃなくてさ、そんな風にね、大人のとこ言うと初めてだわ。いや、俺も初めて。お願いします。多分付き合った方がいいとは私も思う。私もひろまさくん好き。手冷たいね。じゃあ彼女、かな、わかんない。どうなんだろう。ちょっと、まあ、やめてよ。酔っ払って覚えてないとかやめてよ。ちょっともう一回明日正式に言おう。明日正式に言うから。うん、仮ね、とりあえず。いや、仮とかないか。明日もう一回ちゃんと言わして。でも全部本当だから。なんか恥ずかしいね、照れるね。じゃあもう一軒行く。え、やだ、なんか拍手されてる。違います。そういうんじゃないです。